それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャルです。お相手があなたとしたいことについて見ていきます。ではよろしくお願いします。お相手の性的欲求願望そして妄想シリーズとなります。エンタメ要素強めとなりますので今回もご了承ください。そして今回は久しぶりにですね、こちらのイケメンタロットさんを用意しています。はい、で今回はこちら2種類のタロットで見ていきます。お相手とあなたというふうにして見ていきましょう。それぞれタロットを使っていきます。では早速ですが切っていきましょう。そうですね、そうごめんなさいね、中断しちゃって。ルノルマンカードも使いますのでルノルマンカードからまずお互いの意気込みというかね、お相手があなたとしたいこと、どんなことしたいのかな、どんなプレイしたいのかなっていうところでプレイスタイル見ていきましょう。したいこと、そうですね、まずは基本的なプレイスタイル、まあ、今お相手が妄想している中で今回はどんなプレイスタイルなのか、テーマカードみたいなものをねもらっていこうかなと思います。そしてあなたの方もどんな風に受け取っていくのか、まあ、お相手の中でなんですけど、お相手の中であなたはどんな風になっているのかっていうところで、あなたの方からもテーマカード1枚ルノルマンからもらっていきます。今宵のお相手とあなたはどんな感じなのか、はい、実況してまいりたいと思います。ではまずお相手の方から見ていきましょう。おっと、これは道のカード、クロスロード、なんかこうどっち行こうかなみたいなね、ちょっとこうふんわりしたような感じもするけど、さあどっち行こうかなっていうことでございます。どっちというのはどういうことでしょうか。そしてお相手が求めている今夜のあなたの、テーマとなるのがネズミのカードです。ちっこいですねちっこい、ここにお相手の手のひらにあなたがいるので、まあ、手の上で可愛がりたいとかね、今宵のあなたを可愛がりたい、今回はねあなたを、手のひらに乗せて転がしたいとかね、そういう感じがいたします。風の谷のナウシカのテトのようにね、肩に乗せたいとか、そのようなことを考えていますので、そうだな、テーマとしてはあなたを抱きたい、抱き上げたい、抱き寄せたいとかね、手で触れたいとか、自分のポケットの中にしまっちゃいたいとかね、そういう感じでも入ってきています。そして今夜はそのお相手からの、まあ、妄想なのでね、何か決め台詞っていうところを最後にもらっていこうかなと思っています。そしてお相手は2つの方法っていうのを考えているので、どっちのやり方で今回ね挑もうかなとかね、そういうところ今考えているところでもあります。はい、ここちょっと気になりますね。では早速なんですが、今回ねその価格少しアップにしているので、価格に入るかどうか、そして最近音声不良とか接続不良とかが多いので、機器のね接続不良が多いのでチェックしながらこまめにやっていきます。ではまず出してしまいましょう。お相手が感じる、今夜の妄想とかで、あなたにどんな風に接してほしいのかとかね、そのあたりをこの2つのタロットカードを使ってもうすでに出して、わっとね実況してまいりましょう。はい、では見ていきます。ちょっとねカードがねっていうところがあるんですけど、もうごめんなさい。はい、この7枚で見ていきます。まず先にチェックさせてください。はい、大丈夫そうですね。テーマカードが、隠れてしまってるんですが、このまま見ていきましょう。そしてお相手の望んでいるプレイスタイル、今回の妄想ね、なんかバッチリ決めたいぜっていうのが、今回出てきていますね。
ここぞっていうところ、なんかねそのテーマとして2つのやり方っていうところがあるんですが、そこから1つに絞ってやっていくぜとか、優しくしてやるよとかね、そういう感じの決め台詞っていうのが出てくるかな。ちょっとこういたずらチックなところもありますね。あの餌付けがある、あなたにこうぐいぐい迫ったりとか、そう本当に手のひらで転がしたいっていう今夜の妄想でございます。少し痛めつけてやろうかなとかね、痛めつけてやろうかなとか、そうですね、かと思いきやちょっと優しくしてみたり、なのであのエスっ気がありながら時折甘い一面を見せてくれるような、そんな流れを妄想されています。そしてそうですね、その後もねどんどんと見ていきましょう。あの基本的には優しいですよ、優しいんですけど、あのバチッと気合い入れてやるぜとかね、そういうところはあります。あの一発勝負かもかましていくぞとか、そういうお気持ちでございます。そしてではあなたのことをやっぱりここですね、自分の手のひらの中で収めておきたいとかね、そうですね、手の上に乗せている、このコインの9番っていうのがここあなたを表すところ位置なんですね。同じようにテーマカード、ネズミのカードと同じようにね、手のひらに乗せているとか、そういうところがある。小さいんですよね、あなたの存在というか体なんでしょう。可愛らしいこの小動物のような表情とか、お顔立ち、体つきとかね、本当に可愛いっていう感じですね。あのぐいぐいこう行くような感じでもありながら、でもあなたのことめちゃくちゃ大切にするよとか、丁寧に扱うよとかね、そういうところもあります。はい、いいですね。あの今夜は抵抗を許さないぜとかね、そういうところも、今ね感じますね。なんかそのお前も老人形にしてやろうかとかね、そういう感じの勢いでございます。はい、だけど心の中っていうのはすごくあの愛しているとか大事にするよっていうところがあるから、だからね、ただ乱暴なだけじゃなくてね、老人形にされちゃうんだけど、まあそれも今夜はよしねみたいなことで受け止めていただくといいんじゃないかな。この人なりの愛し方っていう、感じがするな。とても立派なものをお持ちなので、それを思う存分生かして発揮しながら、そしてあなたを、めでていくよっていうところが出てきていますね。はい、ではその他のカードも見ていこうかなと思います。そうと、この方こうね、あの夜のちぎりシリーズで、ね、あの私の読みの場合ですよ、私の個人的な読みの場合、あの節制のカードが出てきた時っていうのがちぎり最強カードなんですよ。まあ他にもね力強いカードあるんですけど、あの常に動きながらこれ変わらないって、ずっと動き続けながら、そうだな、ちょっとマニアックな感じになっちゃうんですけど、思いっきりこう自転車を漕いでいる、それで電力、なんていうんだっけ、人力で電力発電しているような感じなので、それでこう保っているようなところがあるから、この方の中ね、あなたとお相手のエネルギーが交わること、まあ、液体、体のつながりとかね、体の細胞が交わっていくこと、これを永遠と望んでいるところもあるしね、今ちょっとあの柔らかい感じで言うと永遠を望んでいるところもあるし、不変だから変わらず、自分が今夜はね、自分のこの攻め方は変わらずでいたいとか、自分が不動の立場でいたいとか、まあそういう体力、まあ、体力勝負ですよね。すごくパワフルなんですよね。意外とっていう感じもするんですけど、まあ、立派なものもお持ちだし、決意っていうのもございますのでね、ございますので、だからそれを思う存分発揮しながらも、一回だけじゃ終わらないよって、一発屋じゃないぜっていう風に、大物演歌歌手みたいな感じで入ってきますね。そうですね、力強さとかっていうのもあります。あの忍耐のカードも入ってるので、粘り強く取り組むとか、粘り強く攻め込んでいくっていうね、あなたのお城を攻め込んでいく模様でございます。ただしね、とても可愛がる、めでるっていうのがあるから、攻めるんだけれども、打ち取った後はあなたを妃へ迎え入れるとかね、寵愛するっていうところがちゃんと出てきています。っ
ていうところです。これはね、後で最後に見ていきましょう。なんかこうすることでお互いのバランスが取れるとか、今夜はねこのように過ごしていきたいとかね、そういうところもある。あの己の技とか、技というよりは武術ですよね、を思いっきり存分に発揮したいとか、そういうところも出てるんじゃないかなと思いますね。この2枚に対しては後で見ていきます。ではお相手が望むあなたの受け取り方とかね、お相手のこの強い愛情をどのように受け取ってほしいのかっていうところで、ね、もしかしたらね、こうただこう手のひらで転がすだけじゃなくて、実はあなたからの反撃を望んでいるとかっていうこともあるかもしれません。ということで、お相手が望むあなたの動きとか受け取り方っていうところもやっていきます。でまた同じようにカードを出していきます。うん、わーすごい、見てください。あのペンタクル7番ペンタクルの9番がここ揃っていますね。うん、待ってくださいね。うんワンドの6番、はい、そして月のカード、そしてここに対しては、あ、またソードのエースが出てきてるね。ちぎりかわしたもうっていうね、あの武士のカードですね。そしてあ、カップのページ、あ、なかなかに悪くないわってワンドのキングも、これはかなり激戦になるのでは。あ、また節制のカード、激戦になりますよこれ。あなたの方でも節制のカードを出してくるので、お互いこう不変とかね、変わらず動き続けますよって、今回ねタフな感じで入ってきますね。かなりカードがリンクしているので、今そのお互いのカチッとねハマるような波長、うん、波の様子、エネルギーの交わし方、すべてこうマッチしているような感じもします。まああくまでもお相手の今の今夜のね妄想とか、今あなたとしたいこと願望なので、それがねこう実際どうなるかっていうのはお二人次第っていうところはあります。あ、すごくね自分が可愛がってもらってるなっていうような実感をするでしょう。うん、またはお相手の妄想の中で本当に可愛がってるよっていうところありますね。あなたが、うん、お相手に見ててもらっているっていうところで、同じコインの9番のカードが入ってきています。とても素晴らしい喜びですよね。お相手が作り上げてきたこの土台の上にあなたを、横たわらせたいとかね、こんなに柔らかいベッド用意したよとか、高級なもの用意したからどうぞ寝てごらんみたいなことを言うんですよね。優しいんだけど、でもちょっとね今回はねこのお相手ね、朝まで寝かせないぜスタイルがあるかもしれません。はい、そしてワンドの6番で、そうですね、このお相手のこのね、その一発屋だけじゃ終わらなくて、大物演歌歌手っていうところでずっとサポートし続けてほしいなとか、あの褒めてほしいっていうのがありますね。賞賛のカードがあるので、うわすごいってねっていうことを望んでいるらしいですね。このように手に実際に触れて、でなんて輝きなんでしょうって、こんな素晴らしいもの今までこう経験したことございませんわっていう風なことをね言っていただきたいという、うん、お望みがありますね。素晴らしい伸びだというかね、如意棒とか、そうですね、あとはそのそうですね、あなたのこのセクシーポイントについてもうとにかく褒めてほしいと、素晴らしい、うん、形が良いとか、うん、サイズ感が良いねとか、または感度が鋭いねとかね、そういうところもいいかな、うん、褒めるっていうのが一番出てきています。褒めてほしいっていうのがお相手の望みとして入ってきていますね。そうですね、そしてこの方ね、何度も朝までっていうのが今回の妄想で入ってくるので、それに対してちょっとね、あのもうねついていけませんみたいなことを言ってもらえると余計燃えるっていうのがあるので、今回ね S っ気で来ていますね。うん、でそのごめんなさい、ちょっともう体力が持ちませんみたいなことを言われると余計なんか続けたくなっちゃうっていう風なね、うん、体制にいますので、そういう一面も今回妄想の中に含まれています。または
あの果てのない終わりだったりとかね、そのようなことも望んでいますね。でもうやっと終わったか、朝を迎えてようやくっていう感じがするので、夜通しっていうのがここ入ってきますね。夜明けのカードと月のカードなので、夜ずっとっていう感じで永遠にっていう節制のカードも入っていますよね。ここ揃ってるので、はい、2人ともスタミナ抜群、うん、最後までというか朝まで行けますよっていう、朝を超えてもっていう感じもしますけど、それ朝を迎えて明るくなってようやくそこで2人のつながりを実感できるとか、それまで無我夢中になって何時間でしょうか約半日ぐらいはそうされるのではないかというのが出てきていますね。ではただしこのお相手 S っ気があるんですが、甘い一面も時折見せてくれる優しいところだったりとか、本当にあなたのことを大切にしてるだったり、可愛がってる、めでてるよとかなので、乱暴にするとかではなくて、あなたの反応を見ながら、鳥かごの中に入れているお姫様とかね、そのような感じで扱ってくれるところがある。だからそれをそのまま受け取ってほしいとか、その時折見せる甘さっていうところに対してときめいてほしいなとか、そういうところもあります。そうですね、照れ隠しかもしれません。普段甘いような一面を見せないんだけれども、時折この、行為の最中に見せるこの甘さっていうところに気づいてほしいっていうところもあるかもしれません。またはあなたがそれを好きなのかもしれない。時々見せてくれるこの甘さがたまらないわっていうふうに思ってるかもしれませんね。なんだかんだ言って私のこと愛してるのねとか、可愛がってくれてるなとかね、そういうところを時々こう感じるのがいいみたいなことがね出てきていますね。その最中にね、甘い言葉をつぶやくかもしれません。意外とこう S っ気でこうだぜみたいな感じで言ってくるのかなと思ったんですけど、なんかポエム的なね、こういうこと実際に言うのみたいなことを言うかもしれません。漫画とか小説とか、そういうものでしか見ないような言葉とかをこの方一言だけさらっと言ってくる可能性があります。でもそこにそうですね、こう S っ気っていうのを足していくので、朝まで寝かせないよとか、なんでしょうね、もっとね、もっとなんかこう、わ、恥ずかしいみたいなこと思うような感じなんですよね。君のその顔よく見せてとかね、目をちゃんと向けてこっちを見てくれるかなとか、恥ずかしがらないでこっちへおいでとかね、ただ S っ気がある感じなので、まだまだいけるだろうとかね、なんでしょうね、ちょっとごめんなさい、想像力が足りないので、そのあたりのセリフもし思いついた方がいたら、コメント欄にこんなセリフどうですかってことで、私の勉強のためにもぜひご協力ください。甘い S っ気があるんだけど、甘い、絶対こんなことを現実に言わなそうな、恥ずかしいようなセリフを言いそうな感じです。なんだろうな、あなたのそういうところ好きですよ、あなたの汗もすべて美しく輝いているよとか、なんでしょうね、そういう感じの、ちょっとでもね、ロマンチックだけじゃなくて S っ気を足さないといけないんですよ。ぜひ高額のために、私にお力添えをお願いいたします。で、そしてここですね、そう、タフなお相手に対してあなたもそれに望んできてほしいっていうことが出ています。ちゃんとすべて汲み取るから、あなたのお気持ち、反応、出てくるもの、お互いのね、出てくるものだったりとか、にじみ出てくるエネルギーやフェロモンっていうところもお互い組み交わしていく、もう杯を交わしていくような気持ち、まあ、自分がこれ、すべてね、杯を持って自分一人でこうやり取りしてるような感じもするんですけど、あなたのところにもこの同じように節制のカードが出てるので、お互いがね、お互いのエネルギーをちゃんと交換していきましょうってところまずありますよ。そしてここですね、でとにかくここが、賞賛のカードとワンドのキング、こちらのカードも出てきていますので、あなたに主導権が時々渡ってもいいよっていうことも出てきています。ただここちゃんとね、こう持っている、手にしているってところは変わりがないので、さらにこのね、手にしているものがここに来て炎がついているので、
もうこれ以上ないんじゃないか、だけどまだまだいけます、いけますせみたいなことをあなたの方にも求めている。しっかりと手に持って離さないでくださいとか、そしてそうですね、そのお相手のセクシーポイントについてしっかりとそこは触れておいてくださいとかね、うん、それは一瞬だけじゃなくてできればずっとっていう感じもいいねっていうところがあるので、これ握るとか触れるとか触るとかじゃなくて、ガッチというか合体してるところ、2人が一体になってるところをしっかりとこうギュッとね力を込めておいてくださいとかね、うん、それを強く感じてくださいとか、でもそんなに早くね先に到達しないでくださいねっていうところも、うん、出てきてるんですよ。でもね大丈夫しないんですよ、あなたもねまんざらじゃないような感じで出てきているので、うん、ここはね大丈夫です。その何が大丈夫なんだろう、ごめんなさいね、大丈夫ですというか、うん、良い激戦になっていくというかね、好戦的になっていく、うん、お互い良い、行い、うん、良い競技ができるのではないかと思いますね。素晴らしいですね。そして、うん、また朝までは永遠と終わらず、朝まではというかね、まあ、ある一定期間、長い時間は、まあ、変わらず、そしてこの安らかさ、穏やかさっていうのもあるので、激しさの中にも時折甘い部分だったり優しい部分っていうのも持ち合わせながら、長時間とですね、ロングタイムご所望でございます。そう、その人によっては一泊だけではなくて一週間とかね、そうずっとっていう感じもします。とはにっていうのも入ってきますね、うん、2人の体力尽きるまでとかね、そういうことも出てきていますね。でそこで体力尽きてようやく日差しとともに2人の愛がそこで、なんていうんだろう、お互いの顔をじっくりと見合って喜びを迎える朝とかね、そういうことも入ってきますね。はい、そうですね、うん、とてもいい、今両立が取れているっていうところがあるので、今回のこのお相手の妄想の中っていうのはこのような流れで2人のバランス、エネルギーの交わし合いをすることによってお互いバランス取れていくっていうところが入ってきています。これこそ自分たちの道だっていうふうに確信するとか、自分たちのやり方、プレイ方法っていうところで確信に至るのかなっていうところが出てきていますね。ソードのエースもここをリンクしているので、いかにあなたがお相手を掴んで離さないか、お相手の心、体、2人が一体化した時のマッチ具合だったりとか、そこに力を込めてくださいっていうところで、もうスパッといきますよっていうところもあります。あ、ペンタクルのナイトも入っていますから、うん、タフさっていうところで出てきていますね。受け取るものを貫くものっていう感じで武士のカードが入ってるので、我いざ行かんっていうところが、お相手のね妄想の中であなたに対する望みっていうところもあるんですよね。あなたがお相手の勢いに対して我もいざ行かんっていうような体制でいてくださいって、お互いが始めていきましょうって、お互いの大事なところを持ち寄っていきましょうっていうところで出てきています。ソードのエースが2つ入っています。しっかりと貫くよっていうようなお相手に対して、しっかりとこれ持ってね、自分の顔に近づけてっていうところがあるので、やはりこのセクシーポイントとか、このお相手の必殺技とかね、あなたの技とかに対しても顔を近づけて触れてくださいとか離さないでくださいっていうところが、そうですね、このお相手の妄想の中での、うん、あなたの接し方とか、うん、このお相手に対する対応の仕方っていうところで出てきています。お相手もあなたに対してタフに粘り強く取り組んでいくよって、でペンタクルナイトっていうのは、着実にゆっくりと進んでいくっていうところなので、ゆっくり動くっていうのもあるかもしれないですね。長時間だけじゃなくて、速さはないんですよ。うん、速さはない。速くはない。ゆっくり、たまにこう、ゆっくり動くことあるんじゃないかな。あと、粘り強くなので、一箇所を、長時間攻めたりとか、もう動きそのものが遅いかもしれないんですね。ただそれも、今回は悪くないんじゃないかなって、お互いが寄り添ってこうギュッと密着しながら一体化していくような、合体していくようなことも今回ねお望みとして入ってきています。とてもここいいんじゃないかなと思いますね。うん、
こすごく良いですね、はい、そしてこのね節制も揃っているので、今回このお相手とあなたっていうのがすごく揃っている、波長がすごく揃っているのですごい良いと思うんですね。お相手の中でこのあなたと自分ってめちゃくちゃ相性いいとか、もう可愛い、もう可愛いってことをね口に出して言ってくれる時もたまにあると思うんですけど、普段こういつもいつもねベタベタするっていうよりは、うん、今回この妄想では時折こう言ってくれるような感じっていうのが入ってきています。お互いのエネルギーを交換し合う。まあ、今回このお相手のテーマとしては道のカードで、分かれ道、さあどっち行こうかなっていう感じで、または進むか進まないかとか何を選ぶかっていうところでテーマとして入ってるんですが、でも最終的にあこのやり方でよかったみたいな感じで落ち着くね、ちょうど良いバランスが取れていく、均等に取れていくっていうのがあるので、うん、この今回自分の考え方計画通りで良かったなみたいなね、そういうこともあると思います。ではこのオラクルカード、オラクルカードというか、こちらのエンゲージメントカードから、少しだけワードをもらっていきましょう。お相手の望むスタイルとかっていうのが、もらっていきたいんですけど、まあそのバランスも取りながら、どちらかというとでもこのお相手があなたを、めでるというかね、自分からこう進んでいく方が今回の妄想としては、うん、自分からないとなので、自分がこう馬に乗って進んでいくっていうようなスタイルを求めていますし、まあ永遠にずっと動くよっていうところがあるので、ね、ではでは何かこうワードになるようなことをもらっていきましょう、ね、今回はねこのお相手すごく良いですね。よかったら教えてください。 S 気のあるだけど恥ずかしくて普段言わないような、ではもらっていきましょう。何枚かもらっていきます。お相手の望んでいるプレイスタイル、またはお相手からの意気込みっていうことで、今回4枚もらっていきます。はい、で全てね正位置でもらっていきますので、ここからもらっていきましょう。であとルノルマンカードも使って、そしてこれがねもっとお楽しみいただくために、今あなたが、実現化へ向けて今ね性的魅力を高めるためにっていうことでアドバイス、ルノルマンからもらっていきます。あなたの魅力、性的魅力アップ、性的魅力アップのためにここも3枚もらっていきます。はい、ではこのあたりでもらっていきましょう。まずお相手の望んでいるプレイスタイルとして、ステータス、地位、うん、自分が飛び抜けて抜きんでて元気っていうところ、そして組織、うん、チームワーク、これあなんかね遺伝子っていう感じもするな、自分の遺伝子を分配するっていうような感じ、志、野心登り詰めていくぞっていうね、登山するぞっていうところですね。そして遊び心、あね遊び心もちゃんと持ち合わせていますね。ロマンチックというかね、可愛らしい一面もあるんですよ、うん、そこにも気づいてほしいってところもある。遊び心のプレイスタイルを求めてるってことは、S 系はでも絶対的にあります。今回この方の妄想としてもう自分がこうガン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 というか、まあ、グイグイ攻めるんだとかね、ちょっと S 系寄りでねやっていくんだっていうのがあるので、うん、そこにプラス遊び心を足していくから、なんかねあんまり普段言わないようなことを言いそうな感じなんですよね。これってこう漫画の世界だよねみたいな感じのようなことを実際に言ってきそうな感じがする。ちょっと遊び心のある感じ、えみたいな、そんなこと口に出して言っちゃうみたいなね。そうですね、あとじっくりと舐め回すようなこともあるかもしれません、はい、舐め回すように見る覗くとかね、はい、あるかもしれないですね。で志、上り詰めていく、まあ、頂点までね頑張って志を持ってやっていくので、こう武士であるあなたもブシッとしておいてくださいねっていうのは、気合い入れていくよっていうところもお望みとしてあります。
まあ、組織なのでここねチームワークだったりとか、まあ、2人の、まあ、2人しかいないからね、2人の1対1もついの戦いですよね。この戦いうまくバランス取っていこう、戦いというかね共同作業っていう感じでしょうかね。組織だからね、自分たちでこれを、登っていくために協力してやっていきましょう、こんなプレイスタイルを望んでいます。でも自分が登ることっていうのがまずメインとして入ってるので、うん、まずこの自分の志っていうのがある、地位とかねステータスっていうのもあるから、この方のちょっと技とか、まあ、その、まあ、身体能力的なところでも今回すごいんだぜっていうところを認めてほしい、褒めてほしい、認めてほしいというか褒めてほしいですよね。一等賞おめでとうとかすごいねとかね、そういうところで自分の地位を確立させたい、自信ね、につなげていきたいというところもあります。だってその分頑張るんだもんっていうふうにね入っていますね。ちょっと甘えん坊なところも時折見せるかもしれないですね。ではあなたが実現化へ向けて自分の性的魅力を伸ばしていくために、鍛えていくためにどういうことをすればいいのか、蛇のカードはリングのカード、そして山のカードとあります。うん、まずねそのそうですね、あの持久力っていうのが入ってきます。山登っていく、ね、そのつもりあなたにもあるよねって約束してくれるって、山を登っていくんだったらあなたもそれ相当の体力つけなきゃいけないよっていうことで、まあ、体力作りとかねしていこう、まずタフに、ね、なっていこうねっていうのがまず一つと、ずっとそばにいて離れないでねってことも出てくるんですけど、自分の性的魅力を伸ばしていくために、そうなんかタフとか体力作りとかその忍耐強さっていうところを自分の中で、ね、持久力かなっていうところを伸ばしていくといいんじゃないかな。そこら辺を意識されて普段から体作りされるとか、良いスタミナがつくようなお食事とるとかね、なんかこう自分の中でできそうなことをやってくださいねっていうのがありますね。あともう一つが自分の、盛り上がるピークであるセクシーポイントっていうところを存分に今丁寧に丹念に磨き上げていきましょうっていうのが出てきています。そして最終奥義は後で出すんだよって、後出しだよっていうのが出てくるので、あまりこうむやみやたらに表に出していかないことっていうのが出てきています。あの強調しなくてもちゃんと目立っているので、うん、今この自分がこう自分自身でねセクシーポイントだって思うところを磨いていって、できるだけそれを表にあまりすぐに出さない方がいいかなっていうのが出てきています。育てていきましょう、より大きくなるようにとかね、より形が良くなるようにっていう形でね普段からトレーニングしていきましょうっていうのがあります。指輪のカードが入ってます。すごくいいですよね。ロマンチック要素を含めていくといいでしょう。あとはそのお相手からお誘い受けたらそのままお受けするとかね、好きなお相手からのお誘いは断らないとか、そういうのもいいでしょう。あの性的魅力じゃなくて普段からの約束事だったりとかデートっていうのも日々大切にされて、断らないことっていうのがあります。自分から申し出ていくのもいいのかな、お誘いもいいと思います。それは性的なことでも普段のデートのことでも、うん、あなたの方からお誘いしていくのも良いと思いますね。指輪っていうのは約束とかね契約とかそういうのも表してるし、このカード自体がロマンチックなので、あなた自身がロマンチックな言葉を言えるかどうかっていう練習もしてみてもいいかもしれない、はい、というふうに出てきていました。そしてこちらのお選びいただいたスモーキークォーツのカードから、今回のテーマに沿ってアドバイスをいただいていきます。肯定メッセージですね、レッドイットゴー、うん、アナ雪っていうのがまずパッと入ってくるんですけどね、アナ雪を見てもいいかもしれませんね。そこの、ロマンチック要素っていうのも取り入れてもいいかもしれませんね。ね、普段だってこうやってひざまずいてリングって渡さないですもんね。でもこういうことやってもいいよっていう風に入ってくるのでね、はい、なんか時にはひざまずいてお望みであればとかね、あなたのおっしゃる通りにとか、そういうことも恥ずかしいけど言っちゃってもいいかもしれません。これあの手放しのカードなので余分なものを手放していきましょう。それはその普段から感じているネガティブなものやコンプレックスを今脱ぎ捨てて自分の長所を伸ばしていくっていう方にシフトチェンジしていくといいんじゃないかと思うんですね。
または、手放し、余分なものなので、あの衣の入れ替えだったりとかね、新しい、下着を新調するとかね、気分転換に普段だったら使わないような色味のあるものを取り入れてみるとか、そう、あと、体を鍛えて余分な脂肪を落とすとかでもいいですし、今あなたの中で手放しといえばこれみたいなね、今自分の中で過去とさよならする時です、過去の余分なものからさよならする時ですっていうことについて、ん?って思うところがもしあれば、それを実践してみてねっていうのが出てきていました。あとこう恥ずかしいっていう思いとかもね、脱ぎ捨てていいと思います。大胆にいきましょう。はい、これもお受け取りください。今回は夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、あの人があなたとしたいこと妄想ということでお届けしました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、あの人があなたとしたいこと妄想について見ていきます。はい、今あの人はあなたとどんなことをしたいのかということで、あの人が今妄想しているプレイスタイルについて見ていきます。ではまず、ルノルマンカードを使って、今回テーマとなるようなカード1枚ずつもらっていこうと思います。お相手あなたに対してね、もらっていきます。お相手の妄想なので、どんなことで今テーマとしてお相手が感じているのか、どんなことを望んでいるのかっていうところをもらっていきます。テーマです。まずお相手から、お相手の1枚と、それであなたの方からももらっていきましょう。おっと、はい、でお相手が望んでいるあなたのテーマ、意気込みっていう感じでもね、捉えていただいていいと思います。では早速めくっていきましょう。お相手の方が山、マウンテン、意気込みがとてもありますね。とても険しい道になるだろう、ね、今回あなたとのこのやり取り、交わし合いっていうのはとても大きなものであり、自分にとってはこの大きなね、ビッグチャンスでもあり、だけれども簡単に届かないような、到達できないような長い道のりになるだろう。だけれど自分はそこに対して向かっていくんだ、上り詰めていくんだ、極めていくぞっていうような気合が見られますね。お相手の意気込み、そしてあなたに求めている意気込みとしては子供のカードです。なんか打って変わってね、この凛々しいカードと逆にこちらはこう、なんて言うんでしょう、遊び心満載というかね、わあこっちおいでとかね、無邪気な感じがします。なのであなたに対してはこのように純粋な気持ちで手を振ってね、おいでおいでっていう風にやってほしいとか、あと本当にお子さんのカードなので甘えてほしいとかね、自分がしっかりと導いていくので、もう思う存分甘えてくださいっていうようなことがあるかもしれない。そしてあの遊び心の他に新しいことが始まる、ことの始まりっていうのもこの子供のカードは表しているので、あなたとこれから新しい関係性を築き上げていく、上り詰めていく、そういうところを共有していきたいとかね、あなたの成長を見ていますよってこと、見守っているよってこともあるかも。なのでそのあなたの初めてを奪いたいとかね、今回はそのお相手の、セリフっていうところももらっていきたいので、どんな声かけをしてくれるのかなとかね、そういうのも具体的にね、言語化していこうかなと思ってるので、そう、君の初めてを奪いたいんだ、初めてっていうのはね、いろんなその体験経験とか初めてそれぞれあるのでね、ただそのお互いにとってね、初めての経験かもしれないしね、いろいろ初めてはありますよ、こんなの初めてっていうふうに言われたいのかもしれないですね。さあ始めようね、レッツプレイってこともあるかもしれないしね、いろんな始まりの意味はあります。ではスプレッド展開で見ていきます。お相手の妄想としてどんな流れをこの方今想像されているのかなっていうところでもらっていきましょう。
7枚カードを出して、そしてあなたの方のタロットがこちらのタロットでやっていきます。お相手はね、こっちの青いタロットでやっていきます。はい、それではもらっていきましょう。お相手の、今のね、妄想スタイル、プレイスタイル。もうめくっていきましょう。助教校。わー、素敵、ワンドのクイーン。めちゃくちゃあなたの魅力に見せられているよっていうこと。ソードの6番。うん。いやー、いいですね。そしてカップの5番、もう1枚、ワンドの6番、うん、もしかして主導権はあなたにあるのでは、コインの6番、うん、うん、いや、なんかすごくね、いいね、仲良くやっていこう。ウォールドのカードが最後ね入ってきていました。これもしかして主導権あなたっていう感じですか。あなたという高嶺の花を今自分は、ね、険しいね道を歩んでいって手にするんだとかね、あなたを自分のものにしたいというか、まあ恐れ多いんでございますが、あなたという魅惑的な香りを嗅がせてくださいとかね。そうですね、今回香りっていうのが出てきますね。うん、匂いフェチなのかな。今回はあなたのフェロモンを嗅がせてくださいっていうようなセリフも入ってきますね。では詳しく見ていきましょう。まあ、仲良くやっていきたいねとかね、そうですね、その気持ちは常にあります。ではどんな妄想スタイル、プレイスタイルなのか、あなたのベールを脱がしたいとかね、そういう感じで入ってきます。でもここ凛々しいでしょ。テーマとしては凛々しさとかね、うん、自分がキリッと気合入れてこれからやっていく、乗り越えていくんだっていうような気合十分入ってるので、まだ見ぬこの山の果てとか、この山の向こうの景色を今自分が見ていきたいから、だから自分は登っていくんだ。なぜあなたは山を登るんですか。そこに山があるからです。なるほど、あなたという魅惑的な山がそこにあるんですよって、2つも3つもあるんですっていうね。これはなんだって、これがドラゴンボールか、思ったより柔らかいぞとかいうところかもしれないですね。はい、すごく魅力的に感じてる。なんかあなたが主導権握ってるっていう感じで、このお相手の妄想ね、今回の妄想としてはそう出てきています。すっごく性的魅力に溢れているので、もういても立ってもいられなくて、自分自身が山になっちゃいそうですっていうのも出てきているし、とにかくそのあなたのベールを剥がしたい、この隠されていたベールを剥がして開いていって、そこからね出てくる真実を覗いていきたいとか、山を乗り越えた先の景色を見たいとか、そういう願望がすごく強くある。とっても今この人ムラッと来てるかもしれませんね。っていう風に出てきていました。で、それを喜びでこうあなたが迎え入れてほしいとか、何もこう疑心に思うことなくね、素直に受け入れてほしいなとか、そういうところもある。甘えてほしいのかなと思ったんですけど、逆に甘えたいし、時折甘えてきてほしい。甘えてきてほしいの方が強いかな。そしてこの山の向こうって多分ね、この人ね、お花畑だと思ってるんですよ。綺麗な花が咲いてると思ってる。それはあなたの魔法で作り上げたすごくね彩りのある綺麗な花畑が咲いていて、そこであなたが花冠を作っていて待ってくれてるとかね、そういう想像してる、すごくロマンチックな想像ですね。自分がそこに険しい道のりを登り詰めていって、たどり着いた先にはお花畑が待っていて、二人でうふふあははとか言って、あなたがようやく来たね、待ってたわよとかね、そういう感じでお帰りとかやって、いらっしゃいとかね、そういう感じで迎えてくれるとか、こうかなり頭の中お花畑っていう感じで入ってきています。まあ、それだけあなたに魅力があるっていうことですね。この人の理性が飛んじゃうような、頭の中お花畑でいっぱいになっちゃうような、そんな今ねこう性的な欲求で溢れ返っているような感じですね。
いいと思いますね。あの山を登り詰めたこの先の花畑を一緒に見ようとかね、見たいんだとか見せてくださいとかっていう感じかもしれません。お相手の中で今回あなたはその自分より高根の花、上の存在、高貴な存在っていう風に入ってる、モテる人とかね、自分なんかがこう触れていいのだろうかとか、だけど触れたい、この本能に抗えないから、もう理性なんか吹き飛んじゃって、もうお花の中、花畑ですよ、あなたというお花に触れた瞬間にわっと広がるこの香り、もう香りをとにかく嗅ぎたいっていうのがあるので、今回自分ね、香りどんな香りしてるんだろうとかね、あなたのそのままの香りが好きとか、だからセリフでもし例えるとするんだったら、あなたがね、いや、そこはねちょっと今はそうじゃなくて、できるだけこう念入りにお手入れしてあなたの前に差し出したいのっていう風になっても、いやもうそのままで構わないんだけどなって、大丈夫みたいなこと、逆にそっちの方があなたらしい香りがして好きなんだよねとか、そういうことを言うかもしれないですね。はいね、綺麗にして準備したいのってね、あなたがちゃんとこう綺麗にしてね、盛り付けたいのっていう風に言ってるんだけど、いや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 、もうね、もうぶった切ったもんでいいよみたいな感じでいるかもしれないですね。逆にそれがいいんでは、その天然の素材がいいっていう風に言うかもしれないですね。これが今回のこの方が言うセリフとして入ってきます。まあぶった切りっていう感じで言っちゃったんですけど、もうちょっとこう優しい感じで言うと思いますね。はい、なんか恥ずかしいような感じで言う感じもするんですけど、では見ていきます。ここのカードがそうですね、あなたに対してこんな動きしてほしいなとか求めていることだったりもするんですね。ワンドの6番が入っているんですよ、褒めてねっていうカードです。褒めたたえるっていうカードで、あなたが褒めてくれることによって自信がつくとか、より一層自分らしくいられるとかね、安心できるっていうのもあるから、ダメ出しとかじゃなくて、要望とかでもなくて、もうただひたすらにやってきたねとか、素敵ねとかね、このお相手が山を登ってきたことに対してすごいタフだねとかね、言葉をかけてほしいとか、あともう本当に立派だねとかね、もう勝ち取ったねとか、そういうことをとにかくこう褒めてほしいっていうのが一番出てきています。頑張ったねとかね、頑張ったね、ね、だからそれぐらいこう褒めてもらいたいって思えるような魅力的のある、自分よりなんて言うんだろう、手が届かなそうな上の存在、雲の上の存在っていう風に感じてるんだと思います。そしてこちらのカードっていうのが自分自身を表すカードなんですね。コインの6番が入ってきています。で、そして今回6番っていうカードがここね出てきている、かなり多くね入ってきているので、この方ね、調和を図っていきたいとか、自分が認められることによって、で2人が結びついていくことによって新しいね景色を見て、それでねつながっていく思いを共有したりとか、そして自分ばかりが攻めてきたんだけど、あなたに認めてもらったあとは十分に甘やかしてほしいとかね、そういうことも出てきています。尽くしますよっていう感じもする、仲良く尽くしていくとかね、そういう感じかな。仲良し、仲良くっていうのはド S とかド M とかでもなくて、ガンガンとかね、ヤンヤンとかじゃなくて、どう説明したらいいのかな、柔らかい感じ、美しい感じ、そう、美しいものっていうのをこの人は想像の中で育んでるんですよ育んでるっていうか、イメージしてるんですよね。美しい世界、まさにお花畑っていうのをイメージしてるので、だから荒々しく扱うとかでもなく、丁重にもう純愛だよっていう風にねやっていきたいっていうことで、そこはありますよ。あと尽くしたいっていうのもあるかな、一緒に新しい景色を見たいってこともあるけど、あなたに全て捧げるよとかで、それもありながらも褒めてほしいっていうところもあるので、このあたりっていうのを、それぞれ入っていますね。
そしてここ最後にワールドのカードが入っています。2人の行き着く先はワールドです。世界が一つになる、もうお花畑でうふふあははですよ。ここね、あなたと一緒にこう作り上げていきたいんだっていうね、合致達成っていうところで、最終的には達成しましょうっていうのが、もうこの方のね、もう本望ですよ。もう理想とも言えるこの魅力的なあなたと結ばれた自分、しかも褒められた自分、もう尽くして、もう至れり尽くせりのあなたがすごいわとか素敵ねとかって言ってくれることによって、自信ついて理想的なハッピーエンドを迎えるんだっていう、もうストーリーが出来上がっています。そしてここのカードなんですが、これはこれからに向けての対策っていうところです。カップの5番なので、ここね、後で見ていきましょう。あとはこちらのタロットカードから、お相手が望むあなたの対応だったり、あなたの返し方とかね、こんな風にしてくれると嬉しいなとかね、受け取り方だったりとか、自分のこの妄想に対して、じゃああなたはどんな風になってるんだろうっていうところを見ていきます。お相手の妄想の中のあなたです。めくっていきましょう。ワンドの2番、はい、ソードの5番、はい、そして、ソードの2番、つられ人、はい、ペンタクルナイト、はい、ワンドのキング、はい、こちらがソードの6番で、まあソードの6がリンクしていますね。はい、で見ていきましょう。そして何かね、今入ってくるのが、やはりあなたの方が今回ね、主導権、どうだろうな、お相手が、あなたの仰せのままにっていう感じもするんですね。どんなにね、どんな試練を与えられても、あなたからどんな、ね、要望を、持ちかけられても、それに応えるだけの、バイタリティがあるので、そこを認めてほしいなとか、そういうことも出てきてるので、うん、結果的にあなたの方がこの妄想の中では今回上っていう感じですね。クイーンっていうのが入ってきています。なんかね、こっちだよ、おいでとかっていう風に誘導してくれると嬉しいなっていうところもあるし、そしてなんかね、こう責められたいっていうのがあるんですよね。あのね、責められたいっていうのは、あなたの方から動く、働きかけるってこともあるんですけど、あのそれがね、その積極的にあなたが触れるとかボディタッチするとかじゃなくて、言葉でそのまだよっていう風に言われたいっていうのが出てくるんです。我慢してっていうのがあるんですね。我慢できないよっていうのがここに入ってくるんですよね。我慢してって、でそのまだよまだよって、まだまだね、道が険しいから頑張ってっていう風に励ましてほしかったりとか、まだね早いわっていう風に言われたりとかね、でそれでやっと頑張ってね、来たわねっていう風に最後言われたいので、頑張れ頑張れ頑張れというかね、頑張れっていうのもどうなんでしょうっていうところもありますが、うん、まだよまだよって言われたりとか、抑えてもらったりとかね、そういうところもあります。であなた自身もあの待つってことをしてほしいなっていうのが出てきているので、先へ行かないでっていうのがお相手からの、望んでいることですね。先へ行かないでっていうのは何が先へ行くのかなっていう感じもするんですけど、我慢してっていうのが出てきます。だからこの方が山を登りきるまでに時間がかかるのか、それともそのね、こうあなたの要望を答えていくから、であなたにまだよまだよって言われたいのか、まあどちらもあるかもしれません。そのあたりもね、うまくバランス取っていきながらやっていきたいっていうのがあるので、まあ、でも言葉でね、ちゃんと伝えてほしいっていうのがありますね。我慢してることがあるんだったら、ね、もう耐えられないわっていう風に言ってほしいとか、あと頑張って耐えてねっていう風にも言ってほしいし、抑え込まないでっていう感じで、そう、なんかね、新しい世界へ向かっていく、これね、自分たちの、まあ、あの苦しかった状況から次の世界、新しいね、世界、安全な場所へ向かっていく、うん、新境地を開いていくためにっていうところで、このソードの6番が出てきているので、
そうですよね、お花畑行くのを少しこらえてねっていう感じでここ入ってくるんですね。あんまり我慢しなくていいよっても入ってくるんですけど、どっちかかなと思います。ね、このつられ人のカードも出てるので、長い時間かけて取り組んでいくので、どちらかがめげそうになった時は励まし合いながら、最後はね、新しい世界っていうところへ行きましょうっていうのが出てきているかなと思います。あなたの方がタフなのかもしれないですね、こう見ていくと。ただ気持ち的にはとても良いですね。そしてここが、そうですね、お相手が求めるあなたの動きだったりとか、お相手にどういう風にしてほしいのかっていうのを具現化してっていう風に出てくると、ペンタクルナイトなので、タフにね、頑張って粘り強く取り組んでとか、そういう風に答えてほしい、お相手に臨んでほしいっていうところもあるので、やっぱり頑張れ頑張れっていうのを、この方言ってほしいというかね、自分が頑張って極めていくので、最終的には褒めてほしいっていうところですね。タフなところを求めてほしいっていうのがあるので、でもね、この方ね、タフさっていうところに対しては自信がないっていうのが出てくるんですよね。カップの5番っていうのは、もうカップからね、こう前、目の前のね、3つのカップから液体がもうこぼれ落ちてしまってるので、ごめんなさいって、先にこぼれるかもしれないんだけど、でもあなたの方のカードで我慢よっていう風に出てるので、いや待って待って、我慢我慢ってね、抑制抑制っていう風に出てくるので、なんかこうね、まだよっていう風に言われたいのかなという風に思いました。もう少し粘り強く時間かけて取り組んで、そしたら褒めてあげるわっていう風に、そんな感じで今回ね出てきますね。はい。そしてここも見ていきましょう。あなたはワンドのキングなんですよね。ワンドのクイーンとワンドのキングがあなたっていうところで出てきていて、なのでやっぱりお相手から見たら、あなたはやっぱり格上だったりとか、そのお姫様、王様、お妃様みたいな感じでね、どちらかというと年上的な存在であり、高根の存在とか雲の上の存在とか、まあ、そのまだよとかっていう風に出てくるので、あなたの方が技量的に上なのかもしれないですね。でこのようにね入ってくるので、メラメラととにかくね、性的、エネルギーが強いというか、あなたの方で、お相手の妄想なんですけど、この人すごく魅力的だし、魅惑的だし、もう性的エネルギーに溢れ返っているんじゃないかって。だって王様とクイーンが入ってるんだから、そこを自分が答えていけるのかどうか。だからね、まだよまだよっていう風に言われて、ちょっとゾクッとするようなところもあるのかもしれない。そしてようやく最後たどり着いたねっていう時には、この方はワールドで締めくくっているし、あなたはソードの6番っていうところで、お相手の望んでいる形ね、あなたにこういう結末を迎えてくれたら嬉しいなっていう望みとしてソードの6番なので、2人でね、新しいところへたどり着けたねとかね、そういうことを感じてほしいなって。まあ僕私みたいにワールドとまではいかなくても、新しい世界、美しい、もう本当にもう最後の最後まで美しく終わりたいっていうところがあるので、まあエスコートしていくというよりはエスコートされていくんだろうけど、でもね、一つ完成っていうところ、新しい気持ちを味わってほしいとかっていうところも出てきていました。この方が言われたいこととしては、まだよ、我慢してっていう感じで、先はダメよっていう感じで、ズルしちゃダメよって、じっくりと味わっていくのよっていうところもあると思います。あと匂いフェチですねっていうところもあるので、今回この方の妄想としては、まあ匂いだったりとかね、はい、そういうあのぶった切りでしたっけ、そういうところも出てきていました。ではこちらのカードから、お相手の今望んでいるプレイスタイル、まあ、妄想の世界として、妄想の中でどんなプレイスタイル、どんな自分が攻め方をしたいと思っているのかとか、そのあたりも含めて4枚カードをもらっていきます。はい、そしてこちらのヌノルマンカードから、あなたが今実際に
ご自身の性的魅力をもっとよりよく伸ばしていくためにどういうことをしていけばいいのか、どんなところに意識を向けていけばいいのかなっていうアドバイスカード3枚もらっていきます。今自分の、体的なことでも心的なことでもどういう魅力を伸ばしていけばいいのかなっていうところです。これは3枚もらっていきます。でももうすでにね、お相手の中であなたってすごいね、もう本当に魅力的な人、色気が出てるので、もう本当に嗅ぎたくてしょうがないっていうところが出てきていますよ。だからね、今何かプラスするとかじゃないような気もするんですけど、ではそのお相手のやりたいこと、望んでいることを自分のプレイスタイルっていうところで、組織、利他的、そして努力ね、努力します、頑張って登りますよっていうところ、そして共感出てきました。2人で一緒に感じようっていうところ、やっぱ調和ですよね。美しく調和していこうっていうところが一番大きいのかなっていうのがあります。最初から最後まで美しい。でもね、この方ね、匂い嗅ぎたいっていうのがあるから、それも多分美しく嗅ぐんじゃないかなと思いますね。はい、まず組織、利他的、なんかね、あなたのために尽くしますよっていう感じもしますよね。このあたり見てると、そのために一生懸命努力するし、自分で磨き上げられるところがあったら磨き上げていくしっていうところで、そのやっぱりこのここですよね。意思疎通だったりとか、お互いの感じてることをもう本当にいいねって思えるところ、同じタイミングでいいねっていうふうに思いたいし、最終的にここのね、ワールドになっていくときに、ああよかったねって、今日はよかったよとか、そういう気持ちの共有とかね、そういうこともし合いたいなっていうところも出てきています。で、組織のカード、組織って言っても1対1の、ね、今回やり取りなので、このチームワークをうまくバランス取ってね、やり取りしていきたいとか、規律乱さないようにとか、そういうことも感じてるでしょう。今回はね、尽くすプレーで入ってきています。尽くすことによってお互い分かち合える喜びとかね、そういうところを見出していきたいってことでした。ではあなたに対して、今実際にね、どういうところを意識して磨き上げていけばいいですかっていうと、お家のカード、船のカード、そして太陽のカードで、明るいですね。全部どれもいいです。落ち着きがある、安心っていうところで、相手に対して、私のホームグラウンドへようこそっていう風に迎え入れてあげることだったりとか、あなたのところに、お家じゃなかったとしても、あなたにお相手が会いに来てくれた時に優しく迎え入れてほしいなとかね、あとはお互いの信頼関係を結んでいきたい、育んでいきたい、3匹の子豚で言えば一番末っ子の子豚さんですよ。しっかりとレンガの家を建てて、雨にも風にも負けない強い家を作りたいっていうことで、これあなたのところに出てきています。あなたが伸ばすといいところなので、体作りもそうかもしれないですよね。鍛えるとかっていうのもいいかもしれないし、こう安心感を与えるようなイメージとか雰囲気を作ってお相手を迎え入れていくっていうこともいいと思うんですよね。はい、そしてあとお家っていうワードが入ってくるので、家をきれいにするとかね、整頓しとくってこともいいでしょう。で、船のカードは逆に前に進んでいくとかね、船出に出るっていうカードなので、これね、その他のカードとかも見ていて、新しいところへ行くとかね、移動するとか移っていくとか、ね、達成した後に感じる新しい世界とか、そういうことも出てきていたので、始まりとかね出てきていたので、自分自身がこれから開拓していくこと、何かあるんじゃないかなと思ったんですね。今まで自分これやってこなかったんだけど、やってみようかなって思えること、自分の魅力を伸ばすためにね、例えばヘアチェンジしてみるとか、メイク変えてみるだったりとか、少し冒険してみようっていうことが出てきてるんですね。今まで積極的になれていなかったら、たまに積極的になって連絡してみようかなとかね、できるだけポジティブな方向に持っていくといいねっていうふうに出てきていました。はい、いいんじゃないかなと思います。そして太陽のカードも出ています。これその太陽っていうのは成功を表すカードなんですけど、今回ね、ここにワンドのクイーンがお相手の中のあなたっていうのが出てきているので、これこのまま受け取っていいんじゃないかなって思います。そのままありのままのあなたでもいいって、
今のままで十分で、自信持ってそのまま明るくいてねとかね、自分の性的要素、セクシーポイントについて、多分あなたは自分ここに自信があるっていうところがあると思うんですよ。例えばこのリップラインかもしれないし、自分の技かもしれないしね、上目遣いなのかもしれないし、髪の毛のお手入れしてるっていうところかもしれないしね、そういうところをそのまま自信持っていてねって、これそのありのままのあなたがすごくそのままでいいんじゃないって、今のままですごくいいよっていうのが入ってきています。で、強いて言うのであれば、少し冒険心を持ってみたりとか、あとは安心感、落ち着きっていうところで、このあたりのバランスうまく取っていくとより良いんじゃないかな。でもね、意識しなくても今のままで十分だよっていうのも出てきたので、このままねお受け取りください。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージもらっていきます。こちらのカードは焦点を当てるっていうカードです。スポットライトを当てていきましょうっていうカードなんですよね。はい、どこに焦点を当てますかっていうところで、今あなたが注目したいところをちゃんとしっかりと見ていきましょう。一点集中していきましょうっていうことなので、そうですね、どこか一つ目標を定めるとかっていうことも今ねいいのかもしれません。そして性的なこととして見ていきたいので、あなたの性的な、プレイスタイルを今この伸ばしていく、これをね、この長所を伸ばしていこうっていうところに集中するのもいいし、そのこの内容自体にもう最初から最後まであなたがもう一点集中する、他は気を取られないってこともいいかもしれないし、そしてお相手とこれからこの、関係性を育んでいくにあたって、ここだけっていう風にね集中するってことかもしれない。焦点を当てるなので、自分のここっていうところをねもう恋い焦がれるようにジュッという風にやっていこうっていう風に出てきていました。この焦点を当てるっていうのもアドバイスとしてお受け取りください。今回は夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、お相手が妄想しているあなたとしたいことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、お相手が妄想しているあなたとしたいことについて見ていきます。よろしくお願いします。で、今回もエンタメ要素強めとなります。妄想の世界ということでお受け取りください。まずはルノルマンカードを使ってお相手が妄想しているところ、キーワードとして1枚ずつ出していきます。テーマですね、お相手のテーマ、妄想のテーマとして、タイトルをつけるんだったらどんなタイトルになるのかなっていうところで、まずお相手に1枚自分自身テーマとしていること、今回の妄想について、そしてあなたのところですね。お相手ネズミのカードです。はい、ではあなたのところについてお相手がテーマとしていることをもらっていきます。はい、そしてあなたのところはツリーのカードです。なんか見上げてくださいっていうのが入ってきますね。見上げてごらん、夜の星じゃなくてこの僕の大木を見てごらんとかね、そういう感じで今回ねテーマとして入っています。または木のカードっていうのは育んでいくこととかね、お互いの信頼関係だったりとか、今回はね身体能力的なこともそうかもしれませんね。伸ばしていきましょうとかね、安定させていきましょうとかね、しっかりと根強くしていきましょうとかね、そういうこともテーマとして入っています。あなたのことでこっちが入ってきてるので、あなたのテーマですよね、入っているので、安定してほしいな。自分がこの人ね、今回テーマとしてネズミのカードなんです。ネズミっていうのはポチポチとこう壁に穴を開けていくような、そのようなイメージ、という意味のあるカードなので、そのようなカードなので、今回この人小技決めますよっていう感じがテーマとして入っています。大技っていうよりは小技繰り出していくような感じなんですよね。
一見地味かもしれないんだけど、こうメインじゃなくて前菜大事にするよとかね、そういう感じで入ってくるかもしれませんね。そしてあなたに対してはドンとね、ここ大きい木でしょう、ここを求めているところがあるので、これでねイメージしてくださいね。では早速なんですが、お相手が妄想しているプレイスタイルっていうところでもらっていきます。7枚カードを出してみていきます。そして今回はお相手がどんな風に実際妄想の中で自分がどんなことをあなたに言葉を発しているのかっていうね、セリフみたいなところも出していけたらいいなと思っています。ではまず7枚出していきましょう。ワンドの7番、うん、ソードの8番、はい、そして、ペンタクル8番、通称匠のカードですね、はい、匠の技ですね。そしてワンドのエース、はい、でソードの6番、なんかね、このなんて言うんでしょう、ペンタクルページ、ここもここもここも、ここに人がいて、人というか、まあね、メインとなるものがいて、そこにギュッとね、こう、まあ、剣だったりね、ワンドだったりっていうのがこう集中して集まってるような感じっていうのがあるから、ここがちょっとインパクトあるなっていうふうに今感じています。そして最後の1枚としては、太陽のカード、素晴らしい妄想をしている、この妄想のね、行き着く先っていうのが太陽なのでね、こう自分がこう匠の技を極めていって成功させていくんだっていう大まかな流れで出てきています。そしてなんかね、粘り強く取り組んでいくっていうのが諦めないとか、そういうのがあるので、小技を繰り出すんだけど、小技ってもしかしたら毎日の積み重ね、同じようなところ、スポットライトを何度も攻めていくような、そんなイメージで入ってきます。で、縛られているので、あなたが身動き取れなくなるような、ことも想像しているかもしれないし、何か着せたいとかね、これ着てほしいな、自分の服かもしれないし衣装かもしれないけど、何かこう身にまとってほしいなってことを今妄想されているのかもしれないですね。ただその一点集中で小技をそこにだけ打ち込みますよっていうのがあるんですよね。ただしそれはメインじゃないっていうのがあります。はい、あなたの核となるようなところではないんだけれども、ピンポイントでどこかこう集中してそこだけ攻めますよっていう感じで今回妄想が入ってきます。粘り強く取り組んでいって、あなたの身動きを取れなくさせていくのが今回のね、僕私の匠の技になっていくんですっていう感じで、これ毎日の積み重ねっていうところで、だん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 職人になっていくっていう、職人になるために積み重ねていくっていうカードなんですよね。で、ちぎりの職人、匠になっていく、今この技を極めたいから、一つだけこうポツポツと、でも同じところ同じ箇所を集中的に攻めていくような感じっていうのが入ってきます。もしかしたら言葉攻めっていうのもあるかも。でもね、手の技っていうのはあるので、ハンドパワーと口のパワー、言葉かな、どうかな、言葉か、もしくはもう実際にこう身動き取れなくなるような感じで今回ね望まれているかもしれません。ただしこう流れとしては、自分が一点集中で一箇所だけをねずっと攻め続けるんだっていう感じですね。その間あなたは身動き取れなくなるでしょうっていうのが出てきています。そしてここがあなたっていうところを表しているカードで、ソードの6番なんですけど、ここね、その剣が周りに柵のようにあって、ここでこううずくまってるようなあなたの絵柄なんです。まあ、ソードの6番といえば、今その場所から離れて安全なところへ行くとか、あとは今その道を進んでいる最中だったりとか、それは自分たちのより良い道へ、より良い未来へ向かっていくんだ、流れていくんだっていうところを表しているような感じなんですよね。
なんかね、この言葉かな、言葉だったと思うんですけど、口かもしれないですね。マウス、マウス技ってなんて言うんだ、技、マウススキルかもしれないですけど、このマウススキルによって身動き取れなくなったあなたをよりよく美味しくいただきたいとかね、より深く感じてほしい、責められて困っちゃうみたいな感じのような絵柄にも見えるんですよね。新しいところ開発されていって困っちゃうっていうふうに思うんだけど、でもそこに喜びを見出してほしいなっていう感じで、今回ね、この幅広くっていうよりは狭く、狭き門をね、我々ね勇者一行は旅立っていきますよっていうような流れ、ストーリーが出来上がっています。拘束したりとか小技繰り出したりとか、ね、同じコインをずっとこの人手で操っていますよね。これが好きなんですよ、この人ね、最終的にここに行きたいので、はい、これは変わらないです。こちらのカードはね、後で見ていきます。まあ、対策ね、流れ、あの妄想の流れの対策のポイントとして入っているので、あとはここですね。ここというのがご自身を表すカード、ペンタクルページなんですよね。ちょっとあくびをしているのが気になるところでもありますよね。こうやってこうコツコツと今頑張っているような流れを生み出しているのに、自分はペンタクルページ、まあ、ペンタクルページ元々の意味としては、その真面目に取り組んでいくよとか、精神誠意込めてこれから自分が勉強して、まあ、そうですよね、匠のさらに上を目指していきますよとかね、そういうことを表しているカードなんですよね。まあ、絵柄としては横になってね、あくびしてるのでなんやって思うかもしれないんですけど、基本的にはコツコツとやっていきますよっていう、こんな自分なんですって、まだまだ初心者だと思ってるので、これから学んでね、技能を身につけて、資格、有資格ですよね、いろんな資格を身につけて、これからあっと物を言わせるような大物になっていきたいっていうような気持ちがあるんだけど、でもちょっとだけね、ここあくびをしてるのが気になるので、後でね、カードを、あなたの方のカードも出していきましょう。とても自分の、なんだろうな、大技に行くまでにちょっと時間かかるかもねっていう感じはします。メインというかね、メインディッシュというか、いざ本番というか、いざ本拠地っていうところにね、いざ魔王を倒しに行くぞっていうところになるまでのこの時間がかかるのかもしれませんね。で、ワンダのエースも後で見ていきます。では、こちらのピンクのね、タロットカードから、お相手が妄想の中で求めているあなたの反応とか動きっていうのをもらっていきます。ただ最終的に太陽で終わっていくので、自分は大成するんだって、だってコツコツ頑張ってるんだもん、ポツポツ攻めてるんだもん、それが諦めずに取り組んでいったから、もう大輪の花咲かせるんだぜみたいなことが出てきていますよ。はい、ではもらっていきます。カップのページ、ワンドのエース、リンクしましたね。で、ムーンのカード。なるほど。そして、ペンタクル、キング。そして、ワンドのテン。そして、ソードのエイト、リンクしましたね。なんかソードの8、そうね、目隠しが通じてます。で、コインの3番、で入ってきていますね。はい、ではまず、そうですね、お相手がこの今ね、想像している、妄想しているこの物語の中のあなたの動きっていうところで、少しお時間ください。しっかりと受け止めてほしいっていうのが入ってきています。受け止めるっていうのは、その2人が一体化した時にあなたの中にちゃんと入っていきたいっていうのがあるから、小技だけ、まあ小技に今集中してるんだけど、大技もちゃんとあるから、その時に受け止めていく、最終的にね、あなたの中に入っていくのを受け入れてほしいっていうところが、このあなたの
あなたに望んでいる流れとして入っています。かなりここお茶目なカードが入っているので、あなたの方から何か面白い提案だったりとか、たまにこういうことどうみたいな、たまにこういうことどうみたいなこととか、それあとはね、あの普段だったら口にしないようなセリフとかを言ってほしいなとか、そういうこともあるんじゃないかなと思います。こっちは小技に集中しとんねんって思うかもしれないけど、そんなのお構いなく、こうなんかね、突拍子もないようなことを見せてほしいとか言ってほしいってこともあるから、あの普段だったらね、自分絶対やらないよねってあなたが思うようなこととか、あとあなたとしては普通だと思っていることかもしれないけど、それを見せてもらえるとちょっと嬉しいなってところもあるかもしれないです。そうですね、どっちかかなと思いますね。どっちだろうな、どっちでも構わないですよ。そのお相手との相性もあると思うので、まあ、普段ね言わないようなことをひょろっと言ってみたりね、ロマンチックなことをささやいてみるっていうのもいいでしょうし、まあ、普段からねそういうことねよく言ってるんですっていう方だったら、また形を変えてねちょっとやってみるのもいいと思うし、あなたがいつも自分が好んでやってることがこの方にとってはかなりの刺激になる可能性もありますね。はい、そして最終的にはそう、ここのあたりはお相手が攻めてあなたが受け入れるっていう感じなので、主導権としてはお相手なんじゃないかなと思います。どうだろうな、主導権っていうところ、うん、そうね、お相手かなとは思いますね。はい、そしてこのあたりも見ていきましょうね。でこうあなたとしてはここね、膝を抱えていて自分自身の、肩をね抱いているようなところだったりとか、あとたくさんのバンドを持っていて下を見てうつむいているようなところっていうのが出てきているので、もうこれ以上抱えきれませんよとか、そうですね、うん、あのそうだな、押しつぶされそうな感じとかね、たくさんの小技見せられて、もうこれは体力の限界です、体力気力が限界なんですっていうようなところを見たいのかもしれません。それでね、次の世界へ行っちゃうのが好きなのかもしれません。ここがお相手が望んでいるあなたの、対応だったり様子、うん、っていうところで出しているカード。そしてこれはお相手っていうところを出しているカードなんですけど、ここね、ソードのエイトが出てきてるんですよ。あなたが同じくね、ここを縛り上げられているというか、あなたに縛ってほしいっていうような気持ちもあるのかなと思いました。だから縛るとかね、その目隠しするとかっていうプレーとかだけじゃなくて、言葉攻めだったりとか口を使うだったりとか、まあ、口だけじゃなくてね、手とか口とか使うことっていうのもあるんだけど、まあ、制限っていう意味のあるカードなんですよね。囚われているっていうカードなので、何かに囚われるっていうのが今回テーマとしてあるかもしれないですね。小技っていうのは一箇所にとらわれていく、うん、っていうことであるのかもしれない。あなたにもそれを求めてほしいっていうのがあるんですよね。でもお互い縛っちゃったら動けなくて意味ないから順番なのかもしれないし、それは言葉のやり取りなのかもしれないしね。どちらかというとこう技だったりとか、うん、言葉だったりとか、そのあたりで今回ね、このお相手っていうのは妄想を繰り広げています。はい、そしてここね、最終的にこのお相手が大輪の花を咲かせた時、あなたは共同作業でこれをつかみ取ってほしいっていうのが入ってきています。ペンタクル3番なので、一緒にね話し合いをしながら、ここでお互いお勉強してね、さらに向上させていきましょうっていうカードです。はい、お互いが高みへ行くためにはお互いの力が必要、協力が必要ですよっていうところで、この大輪の花を手にした時、結果を手にした時、まだまだこれから2人で改善していって、より良いものにしていこうっていう風にあなたの方から持ちかけていくっていうのもいいと思いますし、まあ、協力していかなかったらここつながっていかないよねっていうところで、うん、あなたの協力も必要、つまりは動いてほしいとか、アプローチかけてほしいとか、あなたの方からも何かしら動いてほしいなとか、働きかけてほしいなっていうのも出てきていますね。そして対策のカードでペンタクルキングとワンドのエースが入ってるので、このお前でね、あの始まりがちょっと時間かかるというか、ね、メインディッシュに行くまでに時間かかって、その前菜ゆっくり味わいたい感じなんですよね。千切りした
あの人参とかも一本一本つまんで食べるような感じなんですよ。あなたとしてはかぶってね、普通にサラダとしてフォークでグサッてやってサクッと食べたいような感じもするんだけど、え、そんなに細かく人参の千切り一本一本食べるのみたいな、スプラート一枚一枚一本一本食べるのみたいな感じで、えー、って思うかもしれないんだけど、今回はねこういう風にしていきたいんだっていうところ、ピンポイントでなんか攻めたいところがあるみたいなんですよね。でもそれに対して、そう、始まりが遅い、うん、そのもう早くしてみたいなこと思うかもしれないんだけど、ここはこうゆっくりとね時間かけて取り組んでいくとか、そう、でもねあなたとしては早くみたいな感じで思うかもしれないっていう風に、お相手の妄想でね、あなたから早くしてくれないみたいなこと言われると、ちょっとそこにこうキュンとくるっていうかねっていうところもあるので、この人 S なのか M なのかっていうどっちつかずの妄想を今回してるんですけど、まあ、その言いたいこととしては、小技を諦めずに繰り出していって動きを取れなくさせていくんだけど、道を極めた先は2人は合体した時っていうのは大輪の花が咲くでしょうっていうのが出てきています。対策のカードでペンタクルキングが入ってきていますので、しっかりとあの技がね熟成されるまで待っていてほしいのかもしれないですね、お相手の妄想ではね。でも待ちきれないんじゃないかっていう感じで、あなたの方がじれったいなっていう感じですよ。なんかじれったいっていう歌もありましたね。ということで、今そのお相手の望んでいる、今妄想の中で望んでいる自分のプレイスタイルとか、どんな風に進めていきたいのかなっていうキーワードを4枚出します。結局ねここペンタクルページでちょっと時間かかるんですよね、熟成されるまで。なので今回このお相手の妄想としてね、時間かけてやっていきたいっていう感じなんですよ。4枚お相手のプレイスタイル出していった後に、ルヌルマンから、あなたのは今実際にね自分の性的魅力を伸ばしていくためにどんなことができるのかなっていうアドバイス3枚もらっていきます。今あなたにねこんなことやってみたらみたいな感じでカードをもらっていきましょう。それは外見的なことかもしれないし内面的なことかもしれない。はい、3枚出します。実現化へ向けて今こう磨きをかけるとよりよくね性的魅力がアップするよっていう感じで3枚お受け取りください。まずは4枚お相手のプレイスタイルで人間関係、仕事、そして心地よさ、はい、でそして影響力っていうところで出てきています。はい、そしてその影響力、なんか響かせていく、振動させていくとか、これもそうですよね。核となる人がいて、そこから伝わってくるものとか振動していくものとか、あと関係性っていうか技なのかもしれないですね。この人のプレイスタイルなので、自分が核になって動かしていきたいものだったり、響かせていきたいものっていうのがあるんじゃないかな。共鳴させていきたいとか、自分が核ですよね、その中心になりたいっていうことで、自分が中心となって動いたことによって響き渡っていくもの、あとはその周りのあなたってことですよ。あなたかもしれないし自分の技かもしれないんですよね。技についてあれこれ手技考えていたりとかね、何かどうしたら響くかなっていうふうなことを考えていたり、またはそういうね今妄想の中ではね、そのような流れに持っていきたいって、自分が中心になって始めていきたいしっていうふうになってるので、じゃあどっちが主導権握るのってちょっと曖昧だったんだけれども、やっぱりお相手なのかなっていう感じが入ってきます。で、仕事っていうカードが入ってくるので、職人のカードがここに入ってるからね、これ仕事なんですけど、まあ、職人なんじゃないかな。技をとにかく極めたいっていうのがあるので、何かこのお相手の中で今やりたいスタイルっていうのが一つあって、それを極めたいっていうのが出てきています。最終的には成功になっていくので、これはうまくいくんだっていうふうにお相手の中で確信してるのかもしれない。それはあ
なたを気持ちよくさせることとか、自分が気持ちよくなることにつながっているんじゃないかなと思いますね。そしてあなたの中に入っていくことってすっごく気持ちいいってことを感じたいっていうような流れで入っています。これね、仕事っていうワードなんですけど、ここにペンタクル8があるので、自分の技を磨くことっていうふうに捉えてくださいね。ではあなたが今磨くといい性的魅力ワードとしてクローバーのカード、そしてガーデン、あ、なんか素敵な感じ、そして棺のカード、あ、お魚のカードですね、お魚のカードが入ってきています。なんかどれもね、良くないですか。はい、でこれね、この小さな日々の積み重ねとか幸せってことも出てきているので、本当にね、匠っていうのを今回ね出したいのかな。お相手、この自分の技っていう感じで出してきてるのかなっていう感じがします。メインですよね、ここら辺が、この辺がメインですね。はい、そしてあなたも今日々ね、自分で積み重ねていけること何かありますかっていうところ。そしてガーデンっていうのは人脈を広げるだったりとか、交流を持つこととか、お食事デートとか、そういうこともあるので、お相手とのやり取りですよね、連絡かもしれないし、実際会ってデートを重ねることだったり、肌を重ねることっていうのもあるかもしれない。まあ、頻繁にこうやり取りしましょうっていうことが出てきているのかなと思います。で、お魚のカードも出てきていますね。このお魚のカード見ると、こう美しいものを眺めているような女の子の姿が出てきているので、外見を磨くこともいいかもしれない。こんな風にね、自分に色をつけるっていうか、ね、おしゃれするとかね、着飾るとか、彩りを持たせてみるってこともいいかもしれないですね。お相手に見てもらえる、あ、なんか可愛いねとか美しいねとかっていう風に言ってもらえるように、外見的に色の要素を足していくとか、あとあなたがあなたらしくいられるように、振る舞っていられるようにするとより良いのかなとも思います。ここ、とにかくね、こう積極的にこう自分からお誘いするとか、楽しんでいくっていうようなカードだし、そしてその中でもね、自分で感謝の気持ちを忘れずにお相手に伝えていくこととかね、自分の中で積み重ねていくことっていうのが今回入ってくるので、そうだな、お相手と肌を重ねることによって得られる技術、勉強するってこともそうだし、純粋に楽しもうってことでいいんじゃないかなと思います。あなた自身が今成長する時っていうのもあると思うので、それはその人との交流だったり、あとその自分がいいなって思える場所に出向くこと、一人でもいいと思います。一人で美術館に行ってアートを眺めたりとか、あと自分でこう知識というか、まあ本のカードじゃないからね、自分で鑑賞する映画を見たりとか、なんかこう交流につながることなのでね、ちぎりにつながるようなことで、自分がいいなって思うような場所に行ったり出向いたりとかね、何か口に入れたりとか、そういうこともいいと思います。毎日何かできることで、それでピンとくる方がいればそれでもいいと思います。毎日コツコツできること、生活習慣の見直しかもしれないし、お相手と、ね、連絡取り合うことなのかもしれないし、ね、自分の技をあなたも磨いていくことなのかもしれません。共同作業のカードも入ってるので、お互い努力を惜しまずにやっていきましょうってことも言われてるかもしれません。この中から気になることだけピックアップして参考にしてみてください。そしてお選びいただいたブラッドストーン、こちらのカードからもメッセージをもらっていきます。そのままですね、ゲットアップ、ゲットムービン、立ち上がって動きましょうっていうことで、自分で主導権を握ってあなたの方から動いてもいいんじゃないっていう風に入ってるんですよね。それはちぎりの最中かもしれないしね、自分の方から攻め込んでいってもいいだろうし、自分の方から差し出していってもいいだろうし、または立ち上がって動くっていうことなので、あなたがね動くってことなので、今この自分ができそうなことを始めてみてもいいと思うんですね。体作りしてみようかなとか、あと何かこう性的魅力高めるために何かやってみようかな、やってみるっていうか、ちょっと言葉がね難しいですよね。自分の修行の旅に出てもいいかもしれないですよね。立ち上がってとにかく動くんだって、もう動くのがいいっていうふうにドンって出てるので、
勢いよく動くってことなんです。でそのためにはまず心と体が健康であることが大切だよねっていうことで、ここのカードにもつながってきますね。健康面を表す木のカード。今一度自分の心身のバランスだったり、あとはもう落ちてきた体力を取り戻すとか、ね、こう運動することによって体力作りするとかね、いつも自分の気持ちが安定していられるように保っておくってこともいいと思うので、まあ、健康状態だったりとか体力、そこをしっかりとしていればもういつでも私動けますぜみたいな感じでいられるような感じでスタンバイしておくといいのかなっていうのも出てきていました。でこの中からどれもね素敵なカードなので、自分の中で気になるところを一つでもいいので取り入れてみてください。今回はお相手が妄想しているあなたとしたいことについて見ていきました。夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。夜のちぎりシリーズ、まだまだ続くんかいということで、年末年始スペシャルでお届けしています。で今回は久しぶりにうなずライトエンジェルタロットさんと、こちらダークエンジェルタロットさん、それぞれ使っていきました。ね、こちらが今回はお相手、こちらが今回はあなたということで、お相手の妄想の中ではどんな風に繰り広げられているのかっていうところを見ていったので、お楽しみいただけたらなと思っています。ではではということで、あ、そうこのタロットカードなんですけど、この箱をねこうやってくっつけると、もうハートができてね、ここね、ほら手がねピタってなってるんですよ、この中央ね。はい、面白いですよね。ということで、セットで使うことが多いタロットでございます。全然ねタロット、別々に使ってもいいと思うんですけど、はい、では今日はちょっと軽く小話なんですけど、今ね、その私手を怪我していまして、ちょうどこの辺りなんですね、傷がついているんですよ。だいぶ治ってきてるんですけど、まだまだねお見せするのはお見苦しいかなと思いまして、今ちょっと隠しています。袖のあるお洋服を着て隠していますね。はい、なぜか知らないけど、かきむしったと思うんですよ。書いてそこから出血してっていうような感じで、多分傷がついたんじゃないかっていう、私のね記憶のないことをね辿っていくと、覚えがないんだけど、多分そうなんじゃないかなと思っています。そういうことがあって、あとその今ちょっとその年末の大掃除をしていて、手先をねかなり使うじゃないですか、掃除って。あと断捨離したりとかなので、今手が少しね荒れ気味なんですよ。でクリームを塗ったり保湿したりとかケアはしてるんですけど、爪先もねかなりボロボロになってるような状態なので、少しお見せするのがお恥ずかしいなというような気持ちから、今あまり手を移さないように意識はしてるんですけど、まずじゃあそういう小話も含めながら、今回もねそれぞれ出していきましょう。今回は3択ではなくて共通メッセージで出していくので、このねダークとライトそれぞれから1枚ずつ出して、今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。もちろんね性的魅力として捉えていただいてもいいですし、まあ、そうじゃなくて日常生活としてライフスタイルの一つとして何か参考になるメッセージっていう風に捉えていただいても構いません。以前ね行わせていただいたアンケートで、もう少しこのちぎりシリーズのね、頻度増やしてほしいっていう票が思った以上に多かったので、2024年は、もう少し頻度を増やしていけたらなと思います。回数多くこなしていけたらなと思っております。では、2枚合わせて見ていきましょう。カップの5番とペンタクルエースです。素晴らしいですね。このカード好きなんです、個人的に。ペンタクルエース、今その
自分自身が大切に思っていることを大事に思ってくださいねっていう風なメッセージが伝わってきます。あなたの心の中に確実にこれっていう風に思ってることあるんじゃない、実感しているものあるんじゃないんですかって、実感というか希望もそうかもしれません。失いかけてしまったもの、諦めそうになってしまった現実とかね、今の現実っていうところで何かがこぼれてしまったような、自分にはもう何もないんじゃないかとか、先が見えないとかね、もうダメだっていうふうに思ってることがあるかもしれないけど、よく見てって、あなたのすぐそこに、ここにね、明るいカップが待ってるよ、いるんだよってこと、今はここにしか、まあ、目の前のことしか目が行っていないかもしれないけど、ふと後ろを振り返るとここにちゃんとあるんだよって、ここに気づいてっていうこともこのカードが教えてきてくれてるので、今そのあなたが自信がなくなっちゃったとか、ネガティブに思ってしまってることをね、なんであの人は連絡くれないのかなとか、その連絡はくれるんだけど、それがこう自分の理想の形じゃないというかね、私としてはもう連絡したらすぐ返事欲しいとか、そんな感じのテンポのねラリーしていきたいと思ってるんだけど、向こうはなんかね仕事忙しいとかなんちゃらとか言って、だいたい次の日に連絡来るんだよね、返信来るんだよね、まあ、返信は途絶えてはいないんだけど、ちょっとラリーとしてはねテンポ感合わないんだよねっていう風に思ってるかもしれないんだけど、本当に仕事忙しいのかなとかね、そういう気持ちになっちゃう時もあるんだけど、でもその連絡くれてる、返事くれてるってことは確かだから、そっちの方に目を向けてねっていうようなカードなんですよね。今連絡の頻度のことで例えていったんですけど、あと何かその自分が今見てる先とはまた違うところに希望っていうのがちゃんとあるから、しっかりとそれを確かめること、実感することっていうのもいいんですよね。それをやることによって切り替わっていくというか、自分の中でまた一つ切り替えというかね、なんて言ったらいいんでしょう、気分転換になるかもしれません。気分転換、再認識かもしれない。こうやって思って諦めそうになっていたんだけど、でも結果的な事実、自分に残っているものだったりとか、そうじゃないところ側面を見ていくと、あ、こういう気づきがあった、だから気持ち持ち直してまた新しく自分が掴み取っていきたいっていう気持ちになれるとかね、今見てるところの景色からは違うところ、違う側面から物事見てみてってことが、ここのメッセージとして入ってるかもしれませんね。そうするとこっちの方が華やかな感じしますよね。こっちはこんな感じの絵柄なんですけど、こっちはバラ持ってね、口は災いの元かもしれません。口をバラで、バラを加えてるのでね、なので美味しいものを食べるとかで、見た目の美しいお料理を食べるってこともいいと思うけど、何かここから伝わるのが、口は災いの元っていうのが入ってくるので、不平不満を最近よくね多く口に出しているなっていう方は、それを慎むことで、そこからまたね違う視点を持って切り替えていくことができるかもしれないので、今一度自分がどれぐらい不平不満を実際に口に出したりとか言葉にしているのかどうか、あと形として自分がどれぐらい表現しているのか、誰かに愚痴を言っていたりとか、愚痴を言うことが悪いわけじゃないんだけど、その度合いってどうなってるかなっていうところです。自分が今そっちの方に目を向けているんだけど、でも違うところを見てごらんっていう風に言ってるので、これ何かね気づきを与えてくれるようなメッセージかもしれません。はい、今日はこういうところで終わっていきましょう。ではね、いつまで続くんじゃ年末年始スペシャルというのがね、まだまだ続くかもしれないんですが、お付き合いいただけると嬉しいです。そしてこの夜の妄想シリーズっていうのは、もう何度でも何パターンでもねご覧いただくことができるので、その日の気分でねお楽しみいただけたらなと思います。そして中には伝わりづらい表現をしていたりとか、長くなってしまうこともあるんですけど、まあそれもね、一部としてお受け取りいただけたら、お受け取りというかお楽しみいただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。